教え子の女子生徒にみだらな行為をしたとして名古屋市立の学校の男性教師を懲戒免職です教育委員会によりますと男性教師は今年3月から6月にかけ放課後や休日などに教え子の女子生徒と学校外で複数回にわたってみだらな行為をしたということです男性教師が自ら校長に申し出たことで発覚し聞き取りに対し 教師として恥ずべき行為だったなどと話しているということです。男性教師は今月1日に書類送検されていますが、名古屋市は女子生徒が特定される恐れがあるなどとして、学校が高校かどうかや男性教師の年代などを明らかにしていません。また、名古屋市立工芸高校の39歳の男性教師が、合わせて13人の男子生徒に対し、 股間を触るなどしたとして停職3ヶ月の懲戒処分を受けました男性教師はコミュニケーションの一環だったなどと話しているということです